さんこんにちは。こんにちは。ヒグネットとトモこれ前回と前々回のやつのちょっとコラボレーションだよね。スペシャルバージョンです。違うんですよ、今回はね、あれなんですよ、ヒグネットトモヤ の、 あの番外編なんですよ。そうです。ちょっと、はい、はい、スペシャル編です。スペシャル編なんですよね。ちょっと、はい、今日は可愛らしい格好で、はい、ちょっと春っぽく春色にしました。桜の色です。よっ俺ら2人だけや今。ちょっと今回はヒグネットトモヤの番外編のスプリングセールの告知になるわけなんですよ。そうです。これすごいよね。はい、もう囲まれてます。そうで、ちなみにやけどもインスタライブも久しぶりだね。すっごい久しぶりです。これいつぶりになるのかな。2ヶ月か3ヶ月ぶりになるんじゃないかな。多分そのくらいだと思います。だよね。はい、そうなんだよね。これね、実はね、今日の12時半から、12時からか、あ、もうスタートしてる、もうスタートしてるんですよ。はい、セールですよね。もうセールがもうすでにスタートしてるんですけども、はい、4月の1日から、なんと7日まで、はい、今カントリーベースではね、カントリーベーススプリングセールを行っております。皆さんご存知ですか？ご存知じゃない方もいるかもしれません。なぜかというと、今日からです。いや、でも意外と告知はしてたんだよ。そうですね。そう、告知はしてたんですけれども、でね、カントリーベースは今までアウトレット商品を使ってたんですよ、うんうん、でアウトレット商品とかって言って、ちょっと商品がダブったりとか、なんかそう大きさが微妙に違ったりとかって言って、ちょっとどっちかに合わせようかなって言った時に、ちょっと安く販売させてもらったりっていうのは今までやってたんですよね。で、今回はそれプラス、なんだってうちらのスタッフがこれを入れたらいいんじゃないかとか、こんな面白いものがあったらいいんじゃないかなっていうものを実はね、仕入れさせていただいたんですよ、はい、仕入れさせていただいたんですよ。このためにあの仕入れさせていただいたわけですよね。これがなかなかすごい、はい、面白いです。これちなみに番外編だから今日僕はパーカーだからいつも通りの、いつも通りの。これYouTube で編集するとき上手にこっから下編集してるのかな。これうちの岡田君はでも何でもできるから。宮崎さん もうこっから下はもうスーツか肌色になってるかもしれない。コスプレか誰かですかね。うちの両親みたいな泣くわ。あの人こんなことして頑張っとるっつって。ちょっといくつか紹介してみましょうかね。はい、ね、ちなみにだけども今僕らがこの宣伝させていただくとか紹介させていただくこちらの商品は全部カントリーベースのオンラインショップに載ってるんだよね。はい、載ってます。皆さんもうすでに載ってるんですよ。もう早物勝ち限定、消えてるものもあります。そう、消えてるものがあるんですよ。もうすでに50万ぐらい売り上がってるんですよ。おー、恐ろしくないですか。はい、もう勢いがすごいですね。勢いが止まらない。はい、全部うちらのスタッフもちろんいるよ。そうそうそう、出るもの知ってるから、ね、そう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 、友達に頼んでみんな注文してもらってるもん。オンラインショッピングだから、オンラインショッピングを覗いてもらわないとダメなんだよね。はい、そう、オンラインショッピングにもうブワーって出てるんですよ、スプリングセールの商品は。はい、でそれが結構ね、面白いんですけども、まずちょっと紹介しようか。はい、まず一押し商品の、インパクト。あ、これ違うの、はい、一番いいですね。カントリーベースとかだからトップバッターですね。なんかほらプレミアついてるのかなと思って。これマキタ、これ結構マキタ、これマキタのマキタの商品で、なんとね、右回転、左回転できるっていう優れものなんですよ。おー、すごい。そうですね。そうこれ実はこれ結構僕好きなんですよ。はい、これすごくないですか。これすごいです。あんまりね、日本にこういうのってなくないですか、うんうん、これね、マグネットリストバンド、イエイ。あ、これちょっと待って、言ってみて。マグネットリストバンド、違う、ドラえもんっぽく言ってみて。マグネットリストバンド。俺絶対に小山さんのファンは増えてると思うよ。ライブ配信だ、ライブ配信だから、マジでマジで。今日今回はね、ちょっとそんなにものすごい量あるんですよ。何点ぐらいあるんですか、全部で。新しく入れたものって、新しく入れたものは、新しくの20ぐらい、20セットあるんですけども、はい、今回はちょっとその中でもよりすぐりのものを、はい、ちょっと紹介していきたいと思います。これね、意外とね、結構男心くすぐるんですよ、これ。うん、これね、こうやってつけて、俺昔中学の時やっとったわ。多分ね、僕今42歳なんだけど、これ洋服の下に隠してここに、ね、重り入ってるんですよ。あー、なんかこうやってなんかすごくなんか、あ、いや、中学の時から俺こういう大工工事したわけじゃないからね。じゃあリストバンドとかあるんですよ。で、これマグネット乗ってるんですよ。これ取ってみて、これちょっと
もう一回つけてみて。ほら。はい。これ意外とね、ここの先っぽについてたやつ、これ意外となくすんですよ。ちっちゃいですもんね。そうそうそう。で、これでまたここにつけて、また代わりのものを入れて、使えるって。これ良くないですか？いいと思います。ワッシャーとかビスとか。これさ、これめっちゃいいんですよ。これ、宮崎さんですよね。これ大好きなんですよ。しかもここちゃん。あのここちょっとポケットになってるからね。あ、そうなんですね。そう、ちゃんとポケットになってるからちゃんと入るんですよ、これ。これめちゃくちゃ便利なんですよ、これ。ちゃんとマグネット。そう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 。なんであんまりあんまり強く振りすぎると落ちるかもしれないけど。これ新しいうちの大神さんのそのなんか身を守るための。そう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 。護身用のツールなのかもしれないですけども、このねマグネットリストバンド、これ何個ね、おいくらですか？2200円です。あ、素晴らしい。なんとね、4月からね、税込み表示になりました。はい。消費税も込みで2200円です。はい、そうですよね。こちらのビスはついてきますよね。もちろんついてきますね。そう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 。いや、これ本当にそう、めっちゃくっつくんですよ、これ。うんうんうん。これね、男の人絶対好きだよ、これ。で、日曜大工とかやってるじゃないですか。はい。で、お父さんとかがこうやってリストバンドとかしたら絶対にいいと思うよ。うんうんうん。俺最近こういう血圧計買ったりね。血圧高いって言われてるんですよ。気をつけてくださいね。はい、あんま喋ってるとちょっと残りの商品が紹介できなくなります。はい。あとね、これね、もしもね、カントリーベースじゃなかったらどんな仕事してますかってやつで、はい、うち大和専務あるじゃないですか。はい、大和専務ね、ホットドッグ屋さんやりたいんだって。意外じゃない。意外です。僕はそれっぽいけどね。移動販売とか。移動販売かもしくは滞在型か。これね、すごくないですか。俺これ画像で見てるんですけども、実際の大きさ見たのって、今はこれケースでしょ。はい、これケースから出たら、これホットドッグマシンがあるんですよ。すこれあんま僕ちょっとあんま触りすぎると、なんかまたね、お前が触った商品を売るんかって言われても嫌なんです。カントリーベースです。カントリーベース使いますか、これね。これどうやって使うか分かる、これ。やってみてください。教えてください。そうですよね。いいじゃん、持ってきてください。電源を差し込んで使うというちょっと鼻の穴に刺してチャージするっていう。ちょうど2つですね。そうそうそう。で、これこういうポールあるじゃないですか。ポールっていうか銀色のポールがあるんですけども、はい、ここの真ん中にソーセージって言っていいのかな。ソーセージっていうの、ホットドッグ用ホットドッグ用のソーセージをここに置いて、はい、このこれがね、くるくる回転するんですよ。あー、なるほど。そう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 。うちも今までね、ポップコーンマシンとか買ってきたわ。ああ、パンパンパン。そうそうそう、バーベキューのやつとかね。でもこれってね、意外とサイズ的にはいいサイズじゃないですか。そうですね。ねえ、ぴったりでしょ。すごい大きいわけでも、そうそう、すごい大きいわけでも、ぴったりでしょ。そう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 。いや、結構ね、いいと思うんですよ、これ。こちらあと1点。あ、これもあと1点なんだ。てことで、僕これ触ったやつだけ。いや、それ覗いて。あ、これ覗いて1点。びっくりした。そうだね。よかった。これ残り1点ちょっと、線も買ってないんでしょ、これ。買ってないです。競争ですね。ただ今回どれぐらいのスピードで売れたかによって、はい、これもしかしたらスプリングセールが、もしかしたらサマーセールとか、そうですね、オンタウンセールとか、人気商品は。そうそうそう。だからこれ結構ね、アメリカのガソリンスタンドがあるんですよね。アメリカのガソリンスタンドにあって、このパンだけあるんですよ。で、パンを買ってきて、でこれホットドッグをこうやってトングでつまんで入れて、マスタードかけて食べるんですよ。そうなんですよ。たぶんね、うん、アメリカホットドッグ人気ですもんね。人気人気。コストコとか。そうそう、コストコとか。セムとかも1日10個くらい食ってます。俺はホットドッグ大会とかしたら、たぶんね、結構いけると思う。ホットドッグ早食い得意です。そうそうでしょ。ホットドッグは早食い大会とか実際あったからね。役なんだ、競争です。確かに。でしかもね、箱もまたね、なんかね、可愛いんですよね、これね。可愛いですね。確かにね。あ、こんな感じなんですよ、こんな感じ。こういう。もう一気に6本も焼けるんですね。一気に6本焼ける。やっぱりほら、家族とかでバーベキューとかってなってくると、やっぱり1本1本やるとちょっと喧嘩になるからね。そうですね。一気に6本焼けます。一緒に美味しいのを同時に食べたいですもんね。そう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 。こんな感じ。あ、可愛い。ここのパッケージも可愛いです。確かにね、パッケージも憎いよね、本当にね。はい、ね、このホットドッグマシンは、なんとおいくらでしょうか。16,500円です。ありがとうございます。いや、16,500円だったらこんなもんじゃないですか。そうですね。ね、もう珍しくて、可愛くて。これちょっとね、これまあまあ仕方ないんですけども、これ一応輸入品なんで、はい、ヘルツってあるんですよ。あ、ヘルツってあるんで、これ西日本限定。そうです。60ヘルツなので、西日本限定なので。西日本ってどっから？京都か。
大阪？新潟、糸魚川。新潟、伊南。糸魚川、伊南なんです。静岡の藤川。あ、なるほど、なるほど。あ、仙台の桜本さんは買えない。桜本さんは買えるけどすぐ壊れるか。あ、買えるけども眺めてるだけですよね。使えないわけじゃない。そう、使えないわけじゃない。床が早くなる可能性があるかもしれない。確かに。そうそうそう。皆さん今ね、あのこれご覧になっていただいてるこの最中にも、もうスプリングセールの、ね、あのバナーもどんどん動いてますから。ジャパネットっぽいです。あ、ぽいぽい。ジャパネットっぽいです。ジャパネットっぽいでしょ。ジャパネット。あ、ジャパネットって言っちゃダメだよ。これヒルネットっぽいってことでしょ。ヒルネット。ヒルネットも元祖だからね。ヒルネットともや元祖。そうヒグネットクオリティ。ヒグネットクオリティ。あの次はどれかな。これだ。はい。ちょっとこれかっこよく読んでみて。マルチファンクショナルツールセットです。マルチファンクショナルツールセット。そうです。これなんかマルチファンクショナルって前も言ったよね。MPC。マルチパーパス。あ、マルチパーパス。これあの何かというとマルチツールボックスなんですよ。はい、でこれもねどっちかって言ったら男心くすぐるんですよ。そうですね。キャンプ用です。キャンプ用なんですよこれ。これちょっとあの開けていい、はい、片足ペースみたいに開けてみてください。金持ちみたいにババーン。いやすごいねこれ。これ玉ちゃんいいのかなこれ。これあれやナイフじゃなくて栓抜きになってんだ。栓抜きとかって知ってるよね。これまだあのウォークマンとかじゃない。今もあるよね。全世代共通です。全世代共通でしょ、はい、でこれすごいんですよこれ。なんかこういうのってね、なんか男の人ってすごくなんか男心くすぐられるんですよ。すごいですね。こういうなんか三鉄痕的なやつとかね。なんか組み立てるみたいな作業も楽しそうです。そうそう。でこれであの結構ねあの遠くにいる野鳥を見るんですよ。ああ、何匹見えました。すいません、これあのその関係ではございません。これでも本当はね、小山さんのやり方もね、これだって使うの。私はこうです。あ、何分だろうって。マルチツールですかね。マルチツールですマルチに。そうこれここに差し込むの。うん、ほら、こうやって。まあ別にあのこれだけだとあれなんですよ、力入んないんですよ。力入ってあの缶とか開けにくいから、まあこんなの使って、うん、でほらよくあの焚き火とかした時にここが若干ノコギリになってるんですよね。で、あのこれあれだよね、あの悪いことに使ってたんですよ ね、 大ですね。あのちゃんとあのキャンプ用の商品なんでね、あのちょっとあのお子様はちょっと難しいね。あのちゃんと大人の人の管理のもと使ってくださいねっていうキャンプセット。こういうのってね、あんまりメイドインジャパンってないですよね。うん、こういったボックスセットになってるのはないと思います。ないですよ。でね、フォーク。おー、おしゃれですね。ただね、ちょっとね、僕のちょっと理解ではね、この穴が何かちょっとまだ、あれだ、レンチになってるんじゃないの。レンチっていうか、そのなんかこの、こうやってなんかそのほらネジみたいなやつをこうやって開けるんですよ、これ。あー、なるほど。そうそうなんですよ。あ、そうかもしれないですね。そうでしょ。こうやってやって、こういったものが何かあったらしたら、あのこうやって差し込んで、こうやって回すんですよ。あの遊び方は本人次第です。いや、これマジでいいわ。これ宮崎さんすごいですね。これ何セットあるのこれ。これ4セット。4セット。これすげえな。下の段もありますね。確かに。これすごいね、これ。順番で見てください。あ、黒の。そう。これちょっとあの、やっぱりちょっと子供は無理やな、これは。すごいわ。これあの困った時にね、あのシャベルね。ああ。だからあのほら持ち手がね、はい、ちょっとこれだときついからちゃんと持ち手がついてるってことなんですよね。持ち手は共通というか。持ち手は共通なんじゃないかな。これか。これこうか。あ、これ。もうこれのことは返品証拠だって。ただあの入ったんで、あの視聴者の皆様はちょっと安心していただきたいなと。これでもすごいよね、これ。ちょっと面白いです、ね、面白い。よく車の後ろにこういうあのついてるやつが結構あるんですよ。こういう感じで。そうあ、もう一段あったわ。まさか。いや、これ結構宮崎さんやばいっすよ、これ。これはね、こんな紹介していいのかな。これすごくないですか、これ。あ、これあのね、あの予作が木を切るっていう。あ、正平行。そうで、これまだここに取り付けてガツガツとなんかそのやるんですよ。あ、これはなんかこれだ。あ、ちゃんとついてるんだ。ついてます。あ、これすげえわ。これすごいわ。これ何がすごいかって言ったら、これでとりあえずあの薪を切れるんですよ。いやいや、はい、薪を切ったりとかできるんですけども、これ取ったらね、これすげえわ。こう一尺になっとるわ。
こっち側もですか。こっち側も放置したくじゃないけど、もうこっち側もほらあの第何波ですか。電池入ってないのかな。懐中電灯。電池入ってないのか。電池はまだ別です、ね、あ、ベッドなの。あ、本当だ、ここもあるね、これ。いや、これ、あ、すげえな、これすげえわ。めちゃくちゃマルチですね。いや、これすごいわ。いっぱい使います。確かにね、ほら、あの結構暗いじゃん。暗いとこにも使えるってことだもんね、これ。これすごいわ、これ。キャンプとかだと明かりないですもんね。キャンプ行く？一回行ったことあります。これキャンプ行って、小山さんがこれ持ってきたらマジやべえわ。あ、すげえってなる。そう。いや、ほんとマジですごいわ、これ。なんでもセットやわ。これだって、やっぱパッケージになってるってのはすごいね。あ、うん、違う。充電式だね、これ。すごい。今時ですね。そういうことやわ。USB で充電できるんだ、これ。すごい。このライトね。よくあの、ほら、あの、高岸さんとか警官とかにこうやっていつもライトあって、はい、あの、そういうやつやわ、これ。車で行きますね。いや、ほら、ここや、ここに差し込むんやわ。本当ですね。ここに差し込んで充電するんやわ。USB だ。すげえ。はい。だって電池だと、確かに買いに行けもん。すげえわ。すごいですね。これは何、髪を結ぶやつ、これ。ファッションリングですね。ファッションリングもついてますね。いや、これは多分なんかあれなんじゃないの、その誰が使ってもいいやつなんかになってんじゃないの。違うのかな。コードを束ねるね。コードを束ねるやつです。急になんかあのコナン君みたいな、なんか賢そうやつけたね。これ3点目のセットだよね、これ。これあのちょっと僕片付けてる間に、あの小山さん、これキャンプマルチツールボックス、これだけ入って、これまだ下にあるんじゃないの。しっかり、箱がしっかりしてる。箱がしっかりしてるわ。クッションの、確かに。いや、これすげえな。これ売れ残ったら俺買おうかな。お、ありがとうございます。すごいセットぐらい。いや、これあのあれなんですよ、男の人ってこういうの買っていかないんですよ。これ車に積んどくとかだけで安心しちゃう。これ車に積んどいたら職質とか大丈夫かな。いや、つける。いや、つける。これは、売り残らないぐらいのお得な。お得なセットもあってるよ、これ。全部これすごいわ。これいくら？9,900円。1万円しないんですね。1万円1000は、これ、またこれすごいね。こうやってほら、まだこれ、穴に合うもん。しかもまだ放置着。おぉ。どれだけ放置着あるの。まあ、キャンプだと大事な。確かに、キャンプ大事やしね。どこから朝日が昇るのかなみたいな、サバイバルだからね。そうそう、どこの方角からかってキャンプ大事やからね、うん、これマジすごいわ。これで9,900円。はい、9,900円。だから多分安いと思う。これ安くないですか。こんなめちゃめちゃ安いですね。安いですよね。ちょっと社長、残念ながら売れ残らないと思いますね。売れ残らないの、これ、うん、これ何点やろ。4点やろ。4点か。まあ、サマーセールに。サマーセールに。でもそろそろあのカントリーベースもあのキャンプ屋さんやろうかな。次回予約ということで。次回予約分かるか。いや、これすげえわ。これ面白いわ。よう見つけたね、これ。面白いです、ね、面白いわ。やっぱり世の中たくさん面白いものあるね。今回はアメリカの商品がメインなんですよね。はい、すごい。じゃあラストはね、最後はね、はい、ね、アートウォール。アートウォール、あ、これか。あ、これは誰かじゃないよね。あの、こういったデザインがあるんですよね。下にバナナ、バナナのセット、ね、バナナのセットよ。セットじゃないでしょ。これアートウォールってやっぱり、いや、これ本当にね、あのこちらの方は商品じゃないの。結構安め、そっちの方が欲しいって言われたら。これ結構ね、あのうちのスタッフがあれなんですよね、あの好きなやつを選んだんですよね。そうですね、好きなやつを選んで、あのこういうヨーダとか、おしゃれですね。ねえ、バッグ Do or don't? There is no try。 どういう意味？やるかやらないか試さないと。ダメよ。ダメよ。本当に？やるかやられるかじゃないよね。やるのやらないのってことですよね。解釈はそれぞれ。そうですよね。解釈は一つ、その、はい、調整しないことはないよみたいな。はい、あるんだから、ね。アートなんで。確かにね。これは一体何を示してるの？これは。これはバナナ美味しそうやなっていう顔で。嘘でしょ。またあのちょっと重ね、あのちょっとまだそう吟味してますね。そう、確かにね。明日どうかなみたいな、明日晴れるのかなみたいな。これいいサムネですね。そう、これあの一応あのこれをお客様のお家に飾っていただいて、少しずつオフレコしていくんですよ。なんだんとこれを見てなんて言うってやつの大喜利大会、今度カンドリブスやった。大喜利用にアート、大喜利用に、そう、大喜利用アートみたいなさ、あったり。いいですね、楽しそうです。これはあのあれなんだ、あの春の
まあまあ用ってやつね。ってやつです。なんときあのなんとかの魔法使い、アナの魔法使い、これは別にいいんでしょ、こういう初見面のあの、ね、大丈夫大丈夫。これかわいいじゃん。かわいいです。ボンジュールパリス、まあ、フランス行ったからね、去年ね。エフェル塔が立ってます。そうそう、エフェル塔が立っておりますね。これエフェル塔じゃないよね、これ。はい、バナナ塔です。これバナナ塔、これ駐車場とか掃除して滑ったら危ないよとかね、あの店舗とかもそうかもしれないですけども、滑るとバナナの皮とかけてるんやね。そうです。で、一応僕らの中では別名ヨネダって言われてるんですよ。滑るっていう。すいません。すいません。めっちゃ睨んでるじゃないですか。めっちゃ睨んでるじゃないですかね、あの人。ヨネダ君のなんか呪いみたいになっちゃった。いや、これすごいね。全部よう集めたね、これね。いやでも面白かったですね、集めるの。確かにね。うんうん、これすごくないですか、これも。これマグネットになってるの、これ。そうですね。マグネットになってて、はい、これはダーティー。ダーティーと、クリーンです。汚い、清掃済みと汚れてる。はい、まだ後で。まだ、ああ、食洗機用になってます。え、食洗機用で、食洗機用ね、入ってるお皿がまだ洗ってない。すごいね、洗ってます。確かに食洗機にこんなったら分かりやすいよね。おしゃれですしね。ね、まだボタン一つ押したら、あ、そっか。で、これあれだよ、食器棚入れんなよ。なあ、なるほど。もうそのまま、そうだったよ。ああ、そういう使い方もできます。マグネットは晴れなの、これ。これなんかステンレスか。ここがマグネットじゃないのかもしれない。どっかマグネットのものなんか欲しいな。 あるじゃないですか、マグネット。ちょっとこれ、ちょっとこれ、ちょうど。え、これ晴れるかな。晴れる。強力ですね。強力。手が汚いが綺麗か。あ、そうそう。一応僕の心は綺麗です。あの、大神さんは大丈夫。これあの各自 の付け根に置いておこうかなと思って。あ、いいですね。そうですよね。わかりやすい。各種オール、これあの値段はまちまちなんですよ。大きさが違うからまちまちなんで、これはあのオンラインショップ見ていただいて、はい、自分の好きなやつの金額をまあ自分たちで確認してほしいなってことやね。いや、すごいと思うわ。え、なんかコメントとか来るの。今デイビッドから岡田さんっていうコメントが来ました。岡田さんってってこと。台湾にも送れればね。台湾に送れば、台湾にも送ればね。いや、これすごい。怒られるわ。これか、あれやわ。え、説明書、裏面が多分英語のやつ。これ、これさっき俺ちょっと紹介できんかったけども、何、あの、この中のツールを使うと火を起こすことができるんだって。スターターって打ち火方式みたいな感じ。だから多分カッカッってやって火起こすんだよね。なかなか、大体忘れてくる人もいないと思う。本格的ですね。確かに、あのね、これの使い方が全部載ってるわ。そりゃそうだよね。そうですですね。これちょっと入ってなかったらまだ怒られるし、入れとこう。分かんねえじゃん、これ。これ何これ。もう何これ。え、何これ。クラッシュグローブ。すげえ、これ。え、手袋に電気がつくんですか。手袋にこう電気つく、こうやってユーとかお前おいってやると思っちゃって。これすごいね。ユーユーハック。そうですね。友達。これすごいじゃないですか、これ。手元、暗い、暗いところで手元と見えれば、いろんな細かいところできます。そう、確かにね。造形も夜まで。造形も夜まで。造形も夜まで。造形。これで照らすんでしょ、こうやって。カービングナイフ持ちながら。これ、今だとセットになってるじゃないですか。フォースの力。すごい、フォースの力。これはちょっと、あれだね。トサ君とか、久保田君とか、ヨネダ君とか。これ、ヨズリに使えるって書いてある。ヨズリね。針とか。これちなみにワンペアやから多分1個なんやろね。うん、まあ2つ光ってもなんかあれもんね。ペアやし、でもペアこうじゃん。あ、ワンペアやから光線できてます、これ。ワンペアって小山さん、かわいい。ありがとうございます。ずるい。小山さん、かわいい。ずるいわ。一応光線って書いてある。光線や、光線って光る線。光線光る線、こっちや。でもその他たくさん、このあれだよね、たくさんニーブレードローラーとか、これまあまあでも売れたよね。売れましたね。人気ですもんね。そうそうそう、結構人気なんですよ。これ結構クル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 するんですよね。ねえ、いや、すごいわ。これは、これはツールバッグですね。ツールバッグね。おしゃれです。いいじゃん。逆に言うと、あの、岡山さんとかこういうツールバッグボックス
トゥールバッグになんかパソコンとか入れてきたらなんかいいかもしれない。丈夫そうですもんね。確かに、ね、分厚いです。そう、確かにそうだと思う。こう角も張ってる。確かにね、角これ思うんやけども、でもやっぱ造形道具とかあのキャンプ道具って結構ヒントになりますよね、うん、なんかこういうなんかあの組み立てるってやつのなんかあの造形ツールみたいなの作ってみたい。造形ツールですね。ボックス入ってるかっこいいですね。そうそう、ボックスに入ってて、いい、ね、そうで指光るんでしょじゃあそうそうそう、指違って違う指でなんか全部造形していくみたいな、揺れなくなるんですよね俺これ結構好きなんですよね。これ知ってます、これ掃除セットみたいなやつ。これあのここの先っぽになんかこのモフモフしたやつ入れるんですよ、これ。はい、であのこの中にこのチャポチャポって入れて、まあ、掃除していくわけなんですよね。これすごいと思うんだけどな。これ結構こういうのアメリカとかによく使われるんですよ。ん？本当に？もう時間ないんだ。続けてもらって。もうでも全然ね、これもコンストラクション書いてあるし。説明が。そう。あ、英語なんですね。英語です。なるほど。だから今あの Google 翻訳であるから、ね。はい、携帯でパッと見れますね。確かにね。いやね、こういうねあの今。スプリングセール、はい、今日から7日までやっております、はい、であのすごくあのやってるんですよね、はい、でね実はねまだ他にプレゼントあるんですよ。やっぱうちもねあのプレゼント結構大事じゃないですか。はい、なんでなんとねあの3000円、はい、3000円お買い上げいただいた方はなんとねあのハクライド犬マスクが当たるんです。おこれすごくないですか。これかわいいですね。オリジナルなんですよ。かわいいの流行ってますもんね。そうそうそう、これちょっと専務してみて。あ、破れた。これ結構ね、3000円以上した人にあの、あ、これと、あれだよ、あの、カバーが来るんだ、マスクカバー。カバーセットですね。カバーセット来るんですよ。そうそうそう、ここパカッと開けて、ここにこういうマスクカバー入れれるんですよ、こうやって。で、しまって、持ち運びできるみたいな。あ、薄型だし、そうそうそう、ちょうどいい、ね。うんうん、これちなみにあの、何千円以上だったっけ3000円以上。ちょっとモデルさんちょっと出てます。じゃあ私は抗菌加工。そうそうそう、抗菌加工ですね。あ、反対側はかもしれない。映ってないですね。映ってない、背中は映った。これこの感じなんですよ。で、このマスクとこのマスクカバーがセットになるわけやね。3000円以上買ったお客様に対してです。これ楽だね。もうあのほら税込み表示になったから楽だね。そうですね。税込みはっきりいくらだと分かりますもんね。はい。置いとくか。はい。あんまのほら喋らせないとまた僕言われるんで。ここに。3000円以上です。3000円以上でございますね。セットです。はい。了解です。セットです。これただでさえスプリングセールもワクワクするのに、3000円お買い物するとさらにあのマスクまでプレゼントするっていう。はい。ありがたい企画ですよね。呼吸しやすいですよ。呼吸しやすい。今から暑くなりますね。そうです。確かにね。薄くてこれは作業しやすいですね。インってやるやつだね。ちょっと溜めます。大丈夫かな。時間とか大丈夫？大丈夫。これピッてやっていいの？本当大丈夫？おお。見ました。そこもマグネット。ここもマグネットですけど、ここもマグネットですね。確かにね、これちょっといただきますとか。ビンプタ可愛いですもんね。うん、これコレクションしても確かにいい、うん、なんかね、あのアシスタントらしいね。さすがやわ。さすがです。ちなみに4月もヒグネットともやるもんね。はい、もちろんです、ね、ということでね、今日はあの番外編、はい、あのお伝えしました。で、あのヒグネットともやの番外編として、カントリーベースのスプリングセールの告知の方をさせていただきました。はい、ね、今日ね紹介した商品はほんの一部なんです。で、あの結構たくさん載ってるんですよ。あの新しく仕入れたやつプラス、うん、あのカントリーベースが今まで取り扱ってるもののアウトレット商品などもたくさん載っておりますので、はい、オンラインショップのところにバナーが貼ってありますので、そちらの方をクリックしていただければスプリングセールの商品一覧をご覧になっていただくことができます。はい、はい、ということで、あの皆さん、あのこぞってぜひあのホームページまで、お越しくださいませ。はい、お願いします。ということで、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとインスタライブは止めたんですけど、
YouTube 用にちょっとアフタートークを少し、はい、いやでもねこれ飲んでいやこれぶっちゃけどれが一番人気あると思う、うん、一番最初に売れ残るじゃない一番最初に売れるのないと思うベスト版の買いやすそうなこれが買いやすそうな気がしますね、はい、これ職人さんも絶対いいと思うよ、うん、これこれいやこのマグネットリストバンドただこれは結構いきそうな感じもういますね安いですねトムさん何がいい私はでも私これすごい可愛いなと思ってましたあクリーンとダーティーのね確かに、ね、食洗機用ってほどないんですようんうん、なかなかないなああ確かに、ね、デザインがすごい可愛いなって思ってはい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 確かにでもなかなかいいよねでもねあハンディのこれデザイン変わったんだそうですねおおなるほどね横も結構いいんですよやっぱり、ね、結構ねそう思うとねなかなか面白いなと思うものたくさん揃えてるね、うんうん、これ何これラブこれもおしゃれですかおしゃれですね、うん、ラブ is patient 我慢ってことそれ聖書の言葉です聖書のバイブルとしてうーんこれは俺は神ってことかそうですね、うん、宮崎さんは神ですいやー面白かったあれそれもですよねこれですかそれもですねこれさあおしゃれですねビジネスアワービジネスアワーそれいいな後ろ今カフェ風にしたいっていうね方多いんでやっぱね増えてるよね。もう営業時間。そうそうそう。キャンディカフェをしてる方。何時から？あれ知らなかったんですけど、バスルームとバットルームかけてる。かけてる。バットルーム。バスルームとかけてる。バットマンが。なるほどね。面白いわ。でもこういうなんかシャレが効いてるのって面白いよね。うん、遊び心が面白いですね。確かにな。いや面白かったわ。すごいわ。盛りだくさん。いや結構盛りだくさんですよね。キャタツの芸とかで助かった。それ欲しかった。昨日まで回ってた。戦った。大神さん。